はい、BMW G310 でございます。はい、こちらの G310R ですね、は2017年ですね、はい、になります。おブルーって書いてある、タグ間違ってるのこれ。走行距離が5082キロ、はい、というですね、非常にいい低走行な状態になります。エンジンかけます。はい、はい、すぐにエンジンかかりましたね。あぶんぶん、ね、すぐこういうことやっちゃうんですけど僕。はい、G310 がですね、どういうバイクかというのを語る前にですね、僕と BM について語ろうかなと思うんですけども、僕がですね、なぜ自分のバイク BMW に乗っているかというとですね、あれは僕が若かりし頃ですね、こんなことを言われてたんですよ。バイク乗りは結局ハーレーか BM に乗る、ハーレー乗りか BM に乗るっていう風に言われてたんですね。で、一部の変態だけがドカティに乗るって言ってたんですよ。俺どっちかなって思ってて、で、若い頃ですよ。で、ある日バイオハザード3がやってたんですよ。で、そこで、ミラジョボジョボビッチがですね、乗ってたバイクがすごいかっこよかったですね。あ、なんだこれ、めっちゃかっこいいなと思った BM だったんですよ。あ、で、あれ、燃動力でこう浮かして、落としてぶっ壊しちゃうわけなんですけども、それを見て、映画を見てる中で一番僕がですね、心を痛めたとか、あーって大声出したのがあのシーンだけだったんですけど、で、その時からですね、あのバイクが K1200R っていうんですけど、乗りたいなってずっと思ってて、で、結局今所有しているわけなんですね。で、やっぱり自分でバイク屋を営んでいて、いろんなバイクに触れていくにあたってですね、 BMW のバイクの作り方と日本のバイクの作り方っていうのはやっぱ思想が違うので非常に刺激的だったんですよ。で、デザインも有機的だし、思想そのものもですね、非常にこう入り組んでて楽しい。ただ自分でいじる気には全くなれないっていうですね、そういうバイクが BM です。はい。で、でも BM の中にでもですね、いろんな車種がありますので、今言ったように、僕の K シリーズみたいにですね、いじりたくないやつもあればですね、そうじゃないやつもあったりとかします。はい。で、いろんなものを調べていく中でですね、僕はその BM っていうバイクの作り方に対して、そのデザイン、パッと見とっつきにくいデザインなんですけど、左右非対称だったりとかしてですね、興味を惹かれていって、自分でも乗るようになって、でいろいろ勉強して今では取り扱っているという感じです。ただ取り扱っているとはいえですね、僕のお店でいじったりっていうのは あんまりできないんですよ。簡単なところはできます。はい、ただ本当ちょっと内部のことになるとですね、できなくなっちゃいますので、この車両もそうなんですけど、うちで BM 扱うときっていうのはですね、ディーラーに極力持っていくようにしてます。で、これも実を言うと新車でリリースされた頃のそこのディーラーにですね、一度持ち込んでます。で、そこで、正規点検を受けてですね、部品交換修理等を行って、その上でうち、で出させてもらってますので、ものとしては確かだし、そのディーラーの方でですね、受けた点検記録等についても次のオーナーさんにちゃんとお渡しします。はい。で、BMW のディーラー日本全国ありますので、持ち込み全然できるんですよ。少なくとも僕が行ったところではできる。で、持ってってもらえればですね、分かりますので、よく分からない並行輸入物を、ね、なんとか動くようにしてですね、皆さんにこう売りつけているわけではないです。正規のものを正規のところに持って行って、正規の点検を正規の金額を払って、きちんと受けてきたものをその後のこともご案内できる形に書類も揃えて販売するというですね、ものになりますので、はい、そこはですね、何でも自分の店でやるっていうのができたらそれは美しいですよ。でも
メーカーと中古バイク屋っていうのはやっぱ違いますので、メーカーでできることっていうのはやっぱメーカーに頼んだ方が絶対にいいんですよ、ね、そうじゃないと愛もしない部品をですね適当に削ってつけるとかですね、そういう話になったりとか、純正のものを使わないでですね整備するようなことになってきますので、そうするとやっぱそこから壊れていきますからね、あまり良くないんですよ。特にうちだと4メーカー、国内4メーカーしか部品手に入らないので、それはしょうがないと思います。はい、という形で、準備しております。はい、いかがでしょうか。もちろんうちのですね、のあやべつまずいたのですね、納車はきちんと納車に関してなんですけども、納車整備終わってます。はい、納車整備終わってて、で、あと、テスト走行も終わってて、名義変更もできて、店頭乗り出しの金額になっております。今電池切れた。店頭乗り出しの金額になっておりますので、ぜひですね、気になった方はご覧になってですね、検討いただければと思います。全国納車してるんですけども、私がお伺いする日程決まってますので、お急ぎの方は陸送ご利用ください。で、陸送の方もですね、若干今の現状で遅延する可能性がありますので、ご了承いただければ幸いでございます。どうぞ BMW G310 いいバイクです。よろしくお願いいたします。